一応あれですよね、新しいペペ 30% のキャンペーンを買ってきました。でゼレンデーはね、昨日がゼレンデーだったんで、16日11日だったら捨て済みと、あとはね、昨日は母のスーパー 4K です、ザビッグでした。でアップローチシーズン9にね、その日に届きましたがね、画面明るさに目楽しみながらもね、工事後の報告をね、まあ、6大学役はアベマ TV でアップル TV 保険で見ながらでしたが、あとはね、そういう自宅でソフトバンク 5G ね、かなり高速なのがね、今日もね iPad で300メガ出ましたがね、 iPhone で200メガ以上記録する、あ、その時はね、ファイナルファンタジー13ね、 iPhone ゲームコントローラーつないでね、データ分を形式やってみやすいシーンは、これは保険24鉛筆で、そのセマティックモードじゃないんですが、で、250mbps 出ました。で、昨日が入らずに、今日また入った感じですね。iPhone は 5G オンじゃないと入らない感じか。じゃあ、7でこっちで買ってみる機会で、母をね、車で迎えに行く間。アジア大会、卓球やってますね。今、TVer で、iPad で。こちら、1日の平均がね、649kg か、あ、今日のね、60分と15時間でエクササイズです。15時間のスタンド。4日間で606キロから2424キロカロリーと、4時間43分のエクササイズでした。こちらラグビーワールドカップサモア戦見ながらね、もう酒前ピード全員分ね、今日はねウォーキングです。朝活です。ヨコブスの特別出てきます。こちら朝活、先にウォーターサーバー水入れてきましたね。こちらファイナルファンタジー13ね、ね、家のね高速 5G が撮ったのでね、プレスが 280Mbps 前後です。こちら 618kcal 63分のエクササイズ、22時間のスタンド時間です。週間5日間で3000kcal 達成しました。雨までメジャーリーグ見てます。この6大学野球もあるので、その後かける予定です。こちらアプローチシリーズラインです。明るさね、最大2倍です。こちらハーミス 4K ザビッグです。こちらマックでアメックスエンジェル 30% が今日までですね。コーヒーモーキング、キリン川島さん土曜日の映画ね、今週最終回ですがね、心拍ゾーン低下のね、心拍数、心拍機能低下の通知が来ました。こちらアジア大会卓球見ながらね、西武ライオンズね、ハイライトでね、埼玉県に初の甲子園優勝、花崎徳栄の西川真奈選手のね、の大活躍のハイライトで見ました。こちら三笘選手のブライトを見ながら iPad でボディグラム、前足点の体重はね 450g 減少です。体脂肪率今回増えてしまいました。今日は 541kcal と88分のエクササイズと15時間のスタンドでした。週間 3500kcal 3日間達成です。こちらラグビー日本代表の試合を見ながら、浅野選手の暴風もね、三つ iPad プロがディスプレイで、こちらローズマリーをこうやって作ったポトフです。アベマで合わせないね、だから富安選手出したらしいんで、一口食べてますかね。発案です。アップルチーズ9で発案です。心拍ゾーン上がり方で2と1で、ね、32分で進みました。ゆっくり250キロカロリー